ご入隊おめでとうございます。千葉県知事森田健作です。実はね、今日私本当は出席したかったんです。まあ、我が千葉県も被災県でございまして、今日旭市の追悼式に出なければなりません。申し訳ありませんでした。さて、私事でありますが、私の父親が宮城県渡郡山本町、まあ、今回は大変な被災を受けたところでございます。私のいとこの家族4人も亡くなりました。そしてその後私ね、葬式に行きまして、まさしくその親戚演者の皆さんが自衛隊の今回の活動に心から感謝してました。陰ひなたなく、まさに縁の下の力持ちだと。そして常磐線のね、山下っていう駅が近くにあるんです。そしたらそこにね、畳1畳ぐらいの大きさですよ。皆さん、自衛隊の皆さんありがとうと、あの時代を見ると多分小学生かなと、そのように思いました。こんな私ども実は18歳の時に自衛隊に入ろうと、俺は国を守るんだそう思ってですね、決意したこともあったんです。まあ、しかしその後結果的には道は違ったんですが、でも今でも私は心の中で俺は日本を守るんだと、そういう気持ちを持っております。どうぞ皆さんの手でこの日本国の平和安全守ってください。そして世界に貢献できる自衛隊に成長してください。本日は誠におめでとうございました。期待してます。